チャドティーイタリンスクルールチャンネルのケンタです。今日もよろしくお願いいたします。さあ、今日なんですけれども、世界三大ハムの一つ、パルマの生ハムをご紹介したいと思います。まあ、実はですね、昨年9月に、パルマで開催された食の展示会、チブスに行った際に、生ハム工場を見学してきましたので、その様子をお見せしながら、パルマの生ハムをご紹介したいと思います。 パルマの生ハムはイタリアの法律で定められたパルマ県の限られた地域でのみ生産されており、パルマハム協会に認定された生産者の工場はエミリア海道から5キロ以上南に離れ、海抜900メートル以下であり、かつエンザ川とスティロネ川に挟まれた場所に位置しなければならないんです。その中でもパルマハムの 聖地とされているのがランギラーノという街なんです。で、そのランギラーノという街にあるラペルラという生ハムの工場を見学してきたので、その様子をまあお見せしながら生ハムがどのように作られるのかなどね、えー、ご紹介できればと思います。 まあ見学費はまあ15ユーロでまあ安いんですけれどもランギラーノに行く機会なんてイタリアにね旅行に来る際なかなか機会はないと思うので結構貴重な映像だと思いますそれでは行ってみましょうまず生ハム工場に豚のもも肉が持ってこられてその段階で豚もも肉から余分な脂肪と外皮を除去しプロシュットディ・パルマ特徴的な形である丸い形にトリミングします そしてその後熟練した塩漬け職人によって塩漬けが2回行われますその後レスティングといってもも肉を休ませるもも肉に十分に塩分をまんべんなく浸透させる期間というのがあって塩漬け後残っている塩をすべて除去した後豚もも肉を湿度約75% そして温度1度から5度程度に保った、まあ、いわゆる寝かせ室で60日から90日間の期間にわたって保存します。そのレスティング期間が終わった後、洗浄、そして乾燥させます。そして、洗浄乾燥が終わった後、全熟成。まあ、豚もも肉は、あまあ、伝統的なスカレーレという棚に吊るされるんですけれども、熟成後の中でも、やはり湿度だったり、 温度そして風通しっていうのがその場所によって変わってくるのでこの棚が動くようになっていると非常に細かい作業でそして熟練の職人さんにしか分からないような生ハムの熟成度だったり塩分濃度だったりどれくらい乾燥されているのかっていう微妙な微調整っていうのが必要になってくるのでそこら辺の生ハムの棚の移動っていうのが非常に重要になってくると。 そして熟成に入る前にスニャトーラといってまあラード処理が行われますこれはですねえ生ハムが熟成期間に乾燥しすぎないようにラードとまあ米粉を混ぜたものを生ハムにえ塗っていきます、まあ、特にえ皮のないえ肉の部分に塗っていくんですけれども まあこの作業も非常に重要で生ハムを熟成させるにあたってまあ乾燥させるんですけれども乾燥させすぎてしまうとパルマの生ハムの,あの舌触りっていうのがねなくなってしまうのでその湿度を保つような工程ということになっていますその後まあ熟成が完了するまで熟成後に。 保管されるんですけれども、まあ、イタリアの法律により生ハムの熟成期間は1回目の塩漬けから最低でも1年間12ヶ月間と定められていて、まあ、最長で36ヶ月間熟成にされることもありますそして豚もも肉は全熟成室より涼しく空気の流れが少ない貯蔵庫に移され熟成が乾燥するまで潰されます。 プロシュットディパルマの熟成プロセスはあまり湿度が高くない環境を必要としています。それはもちろん熟成する際に生ハム、ね、も肉を乾燥させなきゃいけないので湿度が高すぎるといい乾燥ができないと、いい熟成ができないということからパルマの周辺の恐竜部地域は特に食肉処理後の夏の間湿度レベルが相対的に低いことから まあ、ハムを熟成するのに理想的だったんです。で、プロシュットディパルマは自然で濃厚な風味を要するよ。少量の塩しか使わないことから、まあ、このような生産地の加工環境が非常に重要だったと言われています。最後に、ハム一つ一つを多合質の馬の骨でできた針を刺し、ね、よくね、テレビとかでも見ますよね。そして、その香りを でまあスピラトゥーラって言うんですけど香りのチェックだったり、熟成具合の検査を外部の人が行います。で、その外部の、まあ、検査を行う方から、このパルマハムは、パルマ生ハム DOP、品質認定表示されているもののレベルに相応しいとなった場合には、品質検査をパスした生ハムに、まあ、公的な認定員を ということです。まあ、もちろんね、刻印されない場合も捨てられるわけじゃなく、まあ、もちろんそのパルマの DOP としては販売できないんですけれども、まあ、通常の、ね、パルマハム、えー、生ハムとして販売はされますと。さあ、今回のパルマの生ハム動画、いかがだったでしょうか えー、なかなかね、えー、実際に工場に入って動画を撮るということはなかなかできないので、結構貴重な動画だったんじゃないかなと思います。それでは、またお会いしましょう。チャ